お答えしましたの。時は大正中頃、大阪は好景気に沸いていた。大阪の片隅にあるカフェでは、いろんな男女が朝から晩まで入り浸っていた。小説家志望に画家志望、大きな野望に希望を抱いた若者たちが大騒ぎ。そこへ場違いな少女が転がり込んできた。彼女の夢と野望と希望は成就するのか。赤組版大正ロマン青春かもしれない物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。